はい、皆さんこんにちは。今日もですね、ワゴン R の動画撮りたいと思います。9月に入りましてね、ちょっと、涼しくなってきましたが、相変わらずエアコン入れて、走ってみたシリーズになっておりますが、今ですね、牧之原市ですかね、国道の472号線、高規格道路でございまして、相良牧之原インターから、どこだ、御前崎まで、行く道みたいな感じですかね。はい、歩行者、自転車、軽車両、通行止めの道がございまして、そこのね、今何インターだったっけな、とあるインターに来ております。じゃあね、ここからまた、82年の、カリフォルニアのね、ラジオに乗せて、ドライブしたいと思いますので、ご覧いただきたいと思います。はい、シカゴの素直になれなくても鈴木から今行ってますかね。先ほど私国道473号って言ったんでしょうかね。はい、472号って言った気もしますが、473号ですね。はい、今御前崎に向けて走行中です。トンネルに入りました。曲もね、曲名知ってるんですけど、思い出せません。ちょっと南の方に行くと雨になってきた感じですね。しゃあないですね、今日は。全面動画がね、この雨粒にねピントがあったりしてうまく撮れないケースが多いものですから、なるべくはすぐ上がってほしいなと思いますけど、この辺だけでしょうね、おそらく。空は相変わらず明るいですからね。左へ曲がってきますが、150号線はそのままバイパスとして、御前崎方向へ行きますので、そのまま行きます。はい、ここが473号と150号の交点でございますね。昔はね、この道も開通してなかったと思いますけども、そのままどんどん行きたいと思います。
かってきたような感じがしますけれども、まあしょうがないっすね、この動画使えるか使えないかの話になってきちゃったような気もしますけどね、これだとね。マンチェスターですね。これも82年の夏のヒットだと思いますが、気になる2人ですか。一瞬なんちゃらかんちゃらって言ったんですよ覚えてないけど、
前崎ヤシの木通りって書いてありますね。はい、まあヤシの木がずーっと並んでる通りで、これもまたカリフォルニアっぽくていいんじゃないですか。カリフォルニアのねラジオを聞きながらっていう感じだとね、さっきあれですもんね、カリフォルニアの青い空流れましたもんね。これはこれでいいですね。せっかくさっきあれしたのにね、拭いたのに。前崎サンホテルっていうのもありました。まあまあ、なかなかここは入らないんでしょうね。前崎まあオーシャンビューですけどね。完全だね。右に行くと前崎灯台ですね。家庭で厳しいのかもしれませんけどね。私の視線からは海が見えてるんですけどね、カメラからはちょっと分かんないですね、これね。ダレレレレレレレ、フックトーンスイングだよね確か。カモメの群れみたいな、水鳥の群れみたいに見えますが、サーファーですね、今ね、そこで海にいるのね。海はまあ見えないと思いますが、皆さんにはね。いやーしかし本当にここはあれだよな、日本のウエストコーストっていうにふさわしいとこですよね、やっぱね、この遠州まで。サーファーを見てると思います。
最後海が見えるがどうかっていうところですけどね、ちょっと見えないんでしょうね皆さんには、残念ながら。分断者です、分断者だと思うんだけど、やってる人がわからないってすごいね。ジャーニーの翼を広げてオープンアームスがかかりましたんでね、もう間もなくこの動画も終了ということになると思います。はい、82年のヒットがちゃんと入ってるってことなんですよね。はい、もう間もなく150号線なんですけどもね。じゃあ、ジャーニーの翼を広げてオープンアームスを聞きながら、この動画は終わりたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。